今日一応あの80回目ということで芦田さんおめでとうございます。80回やったそうです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ80回を目指したわけじゃないので、まあ、あの次は100回を目指してやりたいなというように思っています。構造から建築を考えるというようなテーマで今日は皆さんお願いします。本物と偽物っていうのがあると思うんですよね、うん、やっぱ僕らの、いろんなものに正直になれなきゃいけないけど、でその何が本物で何が偽物かっていうのはなかなか難しくて、例えば芦田さんとよく半築やるんですけど、半築でもともと土を固めたもんですよね。でもそれだけじゃ崩れるから石灰入れたと。特にどんどん技術が出てきた時代に、その辺り の本物と偽物の境っていうのは自分自身どういうふうに思っておられるのかなっていうのはちょっと聞きたかったことです。みんなジャングルみたいな森の中に暮らそうよみたいな空間を作っていけないかなと思ってるんですけども、決してその木造だけをイメージしてるんじゃなくて、鉄骨のこうをパラパラとこう細かな材で作っていくのもありかなと思ってたりとかはするので、なんかそんなこう材料の捉え方はしてますね。本物か偽物かってなんか宗教みたいなもんじゃないですか。別に全部立ってんだから、立てた人はきっとそれがいいと思ってるわけですよ。で、評価する側が自分の価値観と違うから、こっちは本物でこっちは偽物って言ってるけど、作ってる人にとったらどれも自分は本物のつもりで、ただねちょっと問題なのはやっぱり伝統五重の塔はね、総持ちなんですよね。なんだろう、性能の低いけど何か機能しているものがたくさん盛り込まれているので成り立ってるから、一つの要素をもっとこう研ぎ澄まして強くしていくとバランスが崩れて実は悪さをするみたいな変なバランスなんですよね、今説明すると。そしたらあんまりそんなにその新しいことを仕込んでないんですか、その昔のを再現するみたいな。基本的には理屈、ほとんど木割りで作られているので、うん、だから基本的にはシステムを作るんだけど、やっぱり間違ってることは明らかに間違ってることはたくさんあるんですよね、うん、でそれはやっぱり今立っている五重の塔でも悪さをしているので、まあ、そこは少しずつ直しましょう、うん、つまり技術はどんどん進歩しているわけだからその時の技術を生かして、まあ、より良くしてあげることも大事かなと思うんですけど、ただ一方でまあその元じゃなくなるわけですよね。越原さんおっしゃったように、本当は技術ってやっぱり進歩してて、で木の使い方にしてもやっぱりどんどん進歩してるわけですよ。でそれを入れてもっと本当にそのちゃんと木の技術を発展させた形の伝統木造っていう形で作りたいと思ってもですね、止めちゃう人がいるんです。だからそっちね、同じです。だから相棒探しなんですよ今。なんか大工さんとか設計士の中で、でも本当に分かってる大工さんはそういう人はね、割とちゃんと新しい技術とかそういうものに対して敬意払ってやるんですけども、中途半端な人がいる。だいぶ口が悪くなってきましたね。芦田さんどういうふうにこう話しますか。構造を分か構造ある程度自前で考えてから行く、それとも。いや、あんまり考えてないですね、うん、考えないで陶器さんに相談したりしてます。一緒に考えましょうみたいな。僕 もう全く無防備で自分のやりたいことを淡々と述べるっていう。いやでもその方がやっぱでも嬉しいですよ、まあ、なんかやっぱ構造についてはこっちに任せてもらえてるんだなっていうのがあって、でそうするとやっぱり一生懸命構造のアイデアをひねり出して、うん、こういうのでだとどうですか、そのイメージに合いますかみたいな感じ でそのやり取りってやっぱ楽しいじゃないですか、うんうん、これ最後に稲山先生から順番に、まあ、今後どんな建築作りたいかっていうのを、まあ、皆さんここに来る建築家の方たちにお聞きをしていたりしてて、どんな建築を自分が作りたいかというよりは一緒になってなんかそのイメージをより実現する方向で、うん、まあ相変わらずやっていくんだろうなと。まあ、木造ってまずそこの標準技術みたいなところがないので、毎回毎回こう大変なんですよね。
で疲れちゃう、平山さんよく疲れないなと思うんだけど、僕だいぶ疲れてきたので普通の技術っていうのをみんなで共有するっていうところをここのところはやりたいなと思ってます。これだけみんながあまたのこう試みをして、たくさん実現してき、てますけども、まだまだやりたいことを思いつくので、あんまり恐れないで取り組んでいけるといいかなと思うんです。やっぱり建築、まあ、構造っていうのはあの、人づくりであって未来づくりであるって、うん、まあ、そういうやっぱり、意識は忘れずに、建築を作っていきたいなというふうに思います、うん、ありがとうございます。ゲストに来てくださった構造科の先生方にまずはご講談いただきます。皆様大きな拍手でお見送りください。